よし、まずは人質確保したぞ。あとは警察に連絡して身代金を要求すれば OK と。ちょっといいですか？なんだ、人質。ちょっと聞きたいことがあって。安心しろって。金さえ手に入ればお前はちゃんと逃がしてやるからよ。あ、そういうことじゃなくて。ん？じゃあなんだよ。仕事柄こういうのすぐ分かっちゃうんですけど。なんだよ、何が分かるってんだよ。あなた M ですよね。なんでだよ、何言い出すんだおめえ。いや、分かっちゃうんですよね。ここに連れてこられるまでのあなたの所作言動で。そんなの分かるわけねえだろ。ちょっとあなた爪を見せて。え、はい。ほら、手のひらを上にして爪を見せてくるあなたは M よ。中学生くらいの時に流行った心理テスト。お前まさか生粋のド S です。道理で。だから縛ってる間も違和感でしかなかったんだ。俺が縛っているはずなのになぜか心の中の俺はこの人に縛られたいと叫んでいたんだ。心が叫びたがっていたんだ。縛ってくれって。ちょっといい？はい。本当の縛り方。